深淵、深淵は、トキデンユスケがデザインしたテーブルトーク RPG である。剣と魔法のファンタジー RPG の一つであり、幻想や運命という概念を特に強調し、表現した得意な雰囲気を持った TRPG 出る。1997年3月1日に、ホビージャパンより、初版、ボックスセット第1冊が出版された、日付は、深淵。 第2の諸タリベの書奥きに記載されたもの。2008年2月2日にエンターブレイにより、第2版 A4 ムックが出版された日付は実売日。奥付では2月14日となっている。深淵の舞台となる背景世界、時代設定、文明の水準は地球の中世ヨーロッパに似ている。活版印刷、火薬、羅針版は発明されていないか。 一般的ではない。基地世界は地球における、インドは大陸と同じ広さであるとされる。世界を表す、固有の名称は設定されていない、以降、仮に、深淵世界と呼称する。かつては、妖精騎士と呼ばれる人間より優れた、超越的存在が神々、十二と一つの星座の巨神、の代理となり、世界と上妖の人間を統治していた。基地世界のほとんどは、 妖精王国と呼ばれる国家のフ都ントであった。彼らの知性と年齢は妖精代と呼ばれる。しかし、今ではその妖精騎士も消耗して姿を現さぬようになってから久しく1万年近く続いてきた妖精代も末期とされている。妖精王国の統治は人間の君主たちが争いながら担いつつあり、妖精王国も名目のものとなっている今、 かつて神々に封印された世界の旧支配者、魔族諸公が、その封印から出しつつある。各時代は、十二と一つの星座によってそれぞれ象徴され、約一万年ごとに移り変わっていったと伝えられている。実のところ妖精台における、後継者の指輪の戦い以前は、歴史というより伝説を通り越して、すでに神話であり、正確なことはわからない。 神淵世界の運命と力を司る十三の星座の総称。神々山族そしてその下僕たちもそれぞれの星座に対応している。これらの星座と七色の色、白、黒、黄、赤、青、緑、紫の組み合わせによ暦も十一の運命も決まる。これを色星と呼ぶ。十三の星座とその意味は以下の通り。 さらにそれぞれの星座の典型的イメージ、象徴する色彩や武器などもあるがここでは割愛する。魔族とは、神淵世界における超越者の一群である。実際のゲームにおいては、邪悪な陰謀の黒幕として、あるいは、妖精王国では公式には禁じられているところの、信仰対象として登場す。大多数の魔族は未だに封印が解けていないため、下僕に命じて、ことに当たらせるか。 本体に比べてわずかな力しか持たない影を封印の隙間から送り出して動かすに過ぎないが、それでも常妙の人のコラを脅かすにあまりある存在である。魔族は外見も大きさも様々であるが、いずれも常妙の人間をはるかに超える魔力を持つ不死の存在である。魔族は姿を現しただけで常妙のものに破滅をもたらしてその寿命を削る。 触れれば、運命を操ることさえできる。魔族が、自らの生き様を思い返して、呟くだけで常妙の人間の時間は過ぎゆき骨も、残さずゴミになることすらある。魔族の魂は不滅であり、肉体が破壊されても、必ずいつかは復活する。ただしその、不死性は、死なないのではなく、永遠に死に続け、終わりの安息がないという呪いに由来する。 しかし彼らも最初から化け物だったわけではない。太古の昔、彼らはか弱き常妙の人の子であった。大いなる代償を払って力を得て運命に抗い、暴虐な神々と戦い、そして一度は神々を世界から放逐し、世界のあまねくすべてを支配した英雄たちなのだ。だがこれは最大の秘密の一つであり、それを知る者は少ない。神淵世界は、 魔法の力、魔力に満ち溢れているが本来、常妙の人間、人の子には使うことはできない。魔力を持つ護符や刻印、身体的に異様を伴うを仲介させることで無理やり、魔法を使うこと可能だが反動を伴い負傷する、危険がある。発動させようとする呪文、個々の魔法の効果が大きければ大きいほど発動までの時間と手間がかかり、反動も比例して大きくなる。 深淵世界の魔法使いは反動に耐えながら魔法を使うのである。魔族や神々やその眷属は反動なしに自由に魔法を発動させることができる。深淵、深淵とはこの作品自体の名前としても使われる独自の概念、存在である。世界と重なって存在する異空間であり魔力の源。水音を立てる水や海として表現され想起される。 基本的には 2D6 で成功判定を行うが、運命カード、このゲームに付属する独自のカード、92枚よりなる他による修正や変化がある。基本的には 2D6 を振り、その結果によって判定する。デトメット判定修正、技能、推定寿命の消費など、口述の合計がゲームマスターの指定した目標値以上であれば成功。 目標値未満であれば失敗である。出た目が1ゾロ、サイコロが両方とも1の目であれば、大失敗で判定は必ず失敗するのみならず最悪の結果を招く。逆に出た目が6ゾロ、サイコロが両方とも6の目であれば、さらに 2D6 をその出目を前の結果に足すことができる、6ゾロが出る限り振り足しを続ける。 最終的な達成値が目標値を10上回るごとに大成功となり成功段階が上がる。例えば戦闘の際大成功するごとにダメージが増えていく。プレイヤーキャラクターはそれぞれ特定専門の分野を呼び共通した技能を所持しており、それぞれの技能には数値、技能値が設定されている。技能値は経験点で成長させることができる。 技能値は達成値に足すことができる。また判定値の代わりとしてその技能の数字だけの枚数の運命カードのカラーナンバーを達成値に足すことで失敗を項に変えたり、あるいは成功の度合いを上げることができる。例えば技能値が3の場合、プレイヤーは手持ちの3枚までの運命カードを消費することで、そのカラーナンバーの数値の和を達成値にすことができる。つまり、カラーナンバーが1と、 2と5だった場合1、1プラス2プラス5イコール8で、達成値に8を足すことができる。スタブ。プレイヤーキャラクターは、多くの場合、50歳までの寿命を持っている。これは、推定寿命と呼ばれ、消費することで低下する。キャラクターの現在の年齢が、推定寿命の年齢に達した時は眠るように死んでいく。推定寿命は一種のヒーローポイントとして消費することで、 達成値に足すなどして失敗を成功にしたり成功段階を上げることができる。推定寿命はセッション終了時に経験点を使用して購入することでしか上昇、回復しない。ファンタジー、ホラー小説や映画によく出てくる原子や白チュームを再現するシステム。ゲームマスターの指示により随時行う。プレイヤーは手持ちの運命カードから任意のものを選んで、 ゲームマスターに渡す。ゲームマスターはその運命カードの語り部欄にある文章を読み上げ、原始、白中無、予知無を描写する。プレイヤーが抱くゲーム展開希望をゲームマスターが読み取るという双方向的な効果がある。エンコ、エンコとは、当該キャラクターにおける円の深さを表す数値である。判定におけるボーナス修正、あるいはペナルティとなりうる。友人、 配偶者、恋人といった存在から、愛犬、愛馬など、物体や人間以外のものでもあり得る。果ては、主義主張や誇りなど形がないものへも縁故が、設定されることもある。各キャラクターは、キャラクター作成時、あるいはセッション参加時に2つの、運命と呼ばれる設定を背負っている。運命は91枚の運命カードに対応している。正確に言うと、 枝番号などもあるので91以上存在する。運命はシナリオに参加する動機となり得るもので、多くの場合、各キャラクターは事故に課せられた運命を解決するか、運命に導かれてセッションに参加することになる。用意されている運命は大抵は過酷なものであるが、特殊能力を得るなど有利なものも存在する。運命は最高で3つまで持つことができる。 一つの運命を解決するごとに、セッション終了時に一点の経験点を得ることができる。新演では独自の世界観に合致した作成済みキャラクターが用意されており、これをテンプレートと呼ぶ。基本ルール、予感の書には32種のテンプレートが用意されている。テンプレートはサプリメントによってさら多くのものが追加される。キャラクターを新しく作る作成ルールは、基本ルールにはなく、 追加サプリメントで用意される。これと運命を組み合わせればそれほど手間取らずに、キャラクター名やより細かい設定を決めるなどすれば、すぐにセッションに参加することができる。テンプレートの中には、騎兵、傭兵といった戦闘向きのものだけでなく、農夫や商人、踊り娘などといった非戦闘系のものもある。また死体を操るものや、魔族復活を企む魔族の新徒など、 普通のファン GTRPG では、プレイするのに躊躇するような、危険なテンプレートも用意されている。深淵のルールセットには、92枚の運命カードが、付属している。これは、1から7までの数字13の星座の組み合わせで、白の黒剣のように、色星座で表される。これに加えて、山札を切り直す、月待ちカードが1枚ある。運命カードは、 ゲーム開始時を除き各プレイヤーとゲームマスターに6枚を上限として配られ残りは山札となる。運命カードは主に夢歩き行動達成時の追加武器や魔法のダメージなどに使用される。運命カードは第1版では裏面がボックスアートと同じ地のついた剣のフルカラーイラスト第2版は一回り小さくなり8言ごとの紋章の周りに 他の星座の紋章が配置されたものとなっている。運命カードには以下の情報が記載されている。サプリメント、血のごとく赤きでは、裏面が赤く、特殊な効果を持つ9枚の運命カードが追加された。大きさは異なるが、第2版でも使用可能である。深淵の魔族諸公の名称や、 称号のモデルは実在のソロモン王の魔道書に出てくる、いわゆるソロモン72柱の魔人や日本の特撮作品に出てくる怪獣の名前のアナグラムなどから設定されていると考えらる。性質や姿などのヒントにもなっている。深淵題一般は絶版となった後でも根強いプレイヤーが少なくなくコンベンションで遊び続けたり、 復感 .com で投票されるなど、審判を望む声は少なくなかった。デザイナー自身も、そのことは承知しており、長らく水面下で番上げの作業が行われていたが、2008年2月2日に、待望の第2版が発売となった。第1版の基本ルールの一部や、第1版の頃に発売されたサプリメントや、テンプレートも、一部を修正するだけで、第2版で使用できる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。